ズどんなもんや。どうも、堂本剛です。まずは神奈川県の湯高さんからのメールです。しりとりが大好きな8歳の息子、昔はすぐ終わり楽だったんですが、8歳ともなるとみかんだけでもみかんジュース、みかんゼリー、みかんの皮、みかんの缶詰などアレンジするようになって1時間経っても終わりません。私がわざとうんって終わろうとしてもこれはつければいけると言われ終われません。どうしたら短時間でお互い気持ちよくしりとりを終われるか教えてほしいです。いや、これは無理難題というか、しりとりずっとしたいからね。いや、すごいね。みかんジュースみたいなことか。いや、すごいですね。だからもう全部ありがとさんってつけたら終われますね。みかんジュースありがとさんとか、全部なんかこうありがとうみたいな感じで言葉締めていったら、終われるんちゃうかな。まあでもそんなん言い出したらみかんジュースありがとうさんなんとかなんとかみたいになってたらもう終われないよね。だからそうやな、冬やったらちょっと部屋あったかくしとくとか、なんかあのちょっと眠くなる状況みたいなのをね、あの作ってあげて、やってるうちになんかちょっとこう寝ちゃうとか、あ、寝転びながらやれば、寝転びながらやる、なんか座ってやってるとやっぱ頭冴えちゃうから、なんか寝転びながらなんかやっててぬくぬくして結果寝ちゃったっていうのが一個方法としてあるかもしれないので、ちょっとぜひこれ試していただけたらと思います。それではどんなもんや始めます。元気キッズどんなもんや。何でも今夜のストータ美人さあ、じゃんけんぽん愛子さんがいただいたんですけど、キンプリちゃんとのキングキッズ企画最高でした。キンプリファンの友人とも嬉しいね、ありがたいねと盛り上がっていたんですが、切ないと感じる部分について意見が分かれましたと。私は僕は君を守り続けるという部分がけなげでキュンとする切なさを感じたんですが、友人は歌詞を読み取ってこの二人は別れてしまったのではと切なさを感じたと。剛さんはどこに切なさポイントを感じますか。ちなみにシンデレラガールはデレラと略すそうです。そうなんですね。いや、僕はだからあの僕は君を守り続けるのこのメロディーが切ないんですよ、そもそも。あとそのいつになってもいくつになってものところのメロディーも切ないんですよ。いつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける、このいつになってもいくつになっても僕は君を守り続けるっていうのがなんかちょっと切ないなっていうメロディーなんですよ。ここがね超ポイントっていうか、でもこれは別れてないと思いますよ。だってやがてシンデレラガール、魔法が解ける日が来たって、君が思うより僕は君を思ってる、君は僕が思うよりね僕を思うのかな。だからこれまだあの付き合ってもないですね。で、恋の魔法には期限があるよと。いやいや、僕の気持ちはそんなものじゃないよと。そのみんなが言う魔法っていうものが解けたとしても、僕は君のことをいつになってもいくつになっても守り続けるよっていう、どんな時もずっとそばで眩しいその笑顔を見せてねって、そういうだからまだこう付き合ってないけどっていうことやと思いますね。女の子の方も男の子こう好きになってる方が、好きになられてる方がとかっていう感じでもないというか、なんやろ、まあ、僕の捉え方としては、お互いも好きなんだけど、なかなかこう、踏み出す勇気がなくて、すごく踏み出す手前みたいな感じっていうか、
うん、ドキドキしてる時っていうのかな、多分その感じが切なく聞こえるんやと思うねんな。でいつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける、ここがもうなんかあーってなっちゃう。なんなんやろ、もうほんとなんかね、この曲なんかじっくり聴くとめちゃくちゃキュンキュンしちゃって、なんかあー泣いちゃうみたいな感じ。あの曲聴いて泣くこともあるし、曲歌ってると泣いちゃうということもよく僕あるんですけど、この曲は本当にねなんか、うん、泣いちゃうっていう印象でした。だからなんかあの2人と顔見合わせて歌ったりしましょうよみたいな、そういうなんていうのかな感じで時間は進んでたけど、いやなんかねえ顔合わせながら歌うのもなんかちょっと恥ずかしいなとか思ったりしながらもやってたんですが、このシンデレラガールというね楽曲はもう本当に、うん、何度も言うけど歌っててね、なんかこうめっちゃ切なくなんねんな、なんか胸がもうキューンってなる、これはもう名曲ですね本当にね。皆さんもねこれからもこのシンデレラガールのキューンってなるところにキューンってなりながらね、うん、この曲大切にしてくださいね。はい、何か機会が本当またねありましたら、皆さんが望んでくださるんであればね、セッションもいろいろしたいなと思っておりますので、はい、何かこうございましたらこの番組ラジオにでもいいですし送っていただければ嬉しいなと思います。何でも今夜のふそた美人でした。キンキキッズどんなもんや、これってアウトかな、これってアウトかもという皆さんのフェチ、アウトかセーフかジャッジします。ツタンカーメンのりこさん、いつもありがとうございます。私は貨物列車フェチです。貨物列車のコンテナを見るとワクワクします。重そうな四角いコンテナの中には一体何がどんな風に入っているのか、分からず、あの窓もなく、密閉性の高いコンテナの中に入ったらどうなるのか、荷物の気持ちになるとめちゃくちゃ怖いけどドキドキします。閉じ込められたいと思ったらアウトだと思いますが、2分ぐらい入ってみたいというのはセーフですよねと。なるほどね、なんかわかるけど、まあ僕は閉所恐怖症もあるからちょっと怖いけど、そのなんか閉じ込められたいからとか怖いけどとかって、まあこれってあのホラー映画とかもそうかもしれないけど、怖いけど見ちゃうみたいなものと一緒だと思うけど、確かに2分ぐらいやったらいいかもね。でもその積まれている荷物によってはまたちょっとねなんかこう違うと思うから、その香りもそうやし、なんかちょっとこうなんていう湿気とかもそうやしとか、夏はちょっとさすがにしんどいんじゃない？やっぱ鉄やったら熱がそのまま入ってるからなかなか厳しいんちゃうかなとか、でも冬は冬で寒いし、うん、だから意外と貨物列車のコンテナの中っていうのは四季を感じられる場所なのかもしれませんけれども、まあ2分なんで、はい、これはもうセーフということにしておきましょう。京都府さやさん、18歳の方ですが、私はダジャレにすぐ反応してしまいます。大抵心の中で〇〇だけにと突っ込むんですが、この間科学の授業で銅の反動ね、あの金とか銀、銅の銅の反応について先生が説明していて、どうしたらいいか、どうしようもない、どうなるかなど連呼するんで、頭の中で銅だけに、銅だけにと駆け巡っていました。これってアートですか、どうですか。いやこれはもう素晴らしいです。それでいいです。もうそういう脳みそで、僕は、地球を平和に、向かうように生きてほしいです。お、話聞いてんのか、お前って。まあ、もちろん、そういう論点もありますけれども、どうしたらいいか。ね、この、銅の反応がどうのこうのが、ね、こういう、こうで。で、これを、どうしようもない、とかの、ね、だって、こういう、こうで、こうやった時にどうなるか。ということをね、これをまた、どうしたらいいかということに、皆さん、頭をちょっとこう、向けてですね、これを、どういうふうにして、
答えを導き出せばいいのかということを皆さんね、ぜひ、まあ、頭の中で考えすぎて、堂々巡りになってしまってはいけませんけれども、でもね、きちんとその堂々と自分のこれだというね、答えを出していただけたらなと思ったりするわけですとか、例えばですけども、こんだけどう言ってたら、どうだけにとはやっぱりなります。うん、なった方がいいです。もう京都に住んでんねんかも、西の人間やねんかも、それはもう、ならざるを得ませんよ、もうこれは。うん。ダジャレというよりかも、これはもう本当にその、前、すごい前にも話したと思いますけど、その、家具屋さん行って、椅子を紹介された時に、ああ、いいっすねって言っちゃったことがあるんですけれども、その時のなんかこう、不穏な空気たるやというか、あれ、この人ちょっとダジャレ言ったんちゃうみたいな感じになったけど、言ってないねんけど、当たり前に。そんなレベルで生きてませんからね。言いませんけれども、でも、なんかいいっすねって言っちゃった自分がいるんで、なんかいいっすねから次のワードが早かったですよ。だからなかったことにしようと思ったんで。うん、いいっすね。これ、素材は、あれですか？ここの足だけがアンティークなんですかとか、なんかどうでもいいことを聞いてました。うん。いやもうこれはちょっとさやちゃん全然アウトではありませんので、もうそのまま突っ走ってください。大分県桜子さんは、先日お料理をしている時、お椀ではなくて三角コーナーに卵を割りました。何の躊躇もなく割った自分につぶやき、これはラジオ行きだなと思いながら、次の卵もまた三角コーナーに割ろうとしていました。23歳にして三角コーナーに卵を割る私、アウトでしょうか？というかこれはボケっとしすぎてるんでしょうか？つよしくんは卵を割り間違えたことありませんか？卵を割り間違えたことはないけど、この感覚はわかるよ。なんかその、なんかあったかな。それこそ、お薬飲もうかなと思って、水をコップに入れて、で、まず、こう、テーブルに置いたりして、で、あ、そうや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 って、ちょっと違うことやって、これでまた、お薬飲もうって、水入れて、よしって、椅子座った時に、あれコップ、あ、そうや、さっき入れてたやん、水っていう。なんかちょっとこの、水入れすぎた時とかありますね。うん。いや、この、三角コーナーに卵割るって、相当疲れてるっていうか、うん。感慨深い、現象ですね。うん、ゆっくり休んでいただきたいなと思います。でも、アウトではございません。セーフです。これってアウトかもというあなたのフェチと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレスは kinki@joqr.net、kinki@joqr.net でございます。さあ、それでは、僕がですね、作詞させていただいた楽曲ありますんで、KinKiKids で世界中を I love you 聴いてください。お別れショートポエム、今週は茨城県のりょんりょんさんです。おもちゃ屋さんでリカちゃん人形を見た。一瞬懐かしいと思ったが、スマホを持っているし、リカちゃんの家のテレビは薄型だった。私の知っている昭和のリカちゃんではなかった。あ、ちょっとこう衝撃を受けたんですね。リカちゃんがスマホ持ってるやん、テレビめっちゃ薄いやん。確かに昭和のリカちゃんはね、スマホも持ってないし、もちろん携帯電話とかも持ってなくてっていうことですよね。ギリギリあれなのかな、その家電みたいな感じなのかな。で、テレビはちょっと箱型だったんでしょうね。いや、こうやってこう現代的に変わっていくのよね。リカちゃんでもあれだけそのすごいブランドでも変わっていくわけやから、こう時代っていうのはすごいよね、ある意味。そしてそのブランドってすごいよね。すごいな。ちょっと昭和のリカちゃんを知っている人からすると衝撃やろうな。まあこうしてね、おもちゃとかも、ちっちゃい頃遊んでたおもちゃとか、大事に取ってくれててね。ね、それをこう、このおもちゃめっちゃ遊んだわっていう超合金とかいっぱいあるんですけど、なんかそういうのをね、手に取って触れてるとね、
まあ、その頃に戻るっていう表現なのかわからないけれども、懐かしいなっていうか、いろんな気持ちになってね、やっぱおもちゃってね、なんかこう、その時の自分の思い出っていうのはすごく、一緒にこう、息づいてるものやからね、このリカちゃんもでも本当に、世界中のね、いろんな、お子さんたちを幸せな気持ちにしてるってことはすごいものですよね。これからのリカちゃんが、すごい未来的な、家に住んで、未来的な、なんかこう乗り物に乗ってとかっていう、そういうリカちゃんも出てくるんでしょうね、これね。今後も皆さん、リカちゃん応援しましょう。さあ、ということで、お相手は堂本剛でした。それでは引き続き文化放送レコメンでお楽しみください。どうもとつよしくん、ありがとうございました。はじめはしりとりのお話しされてましたね。みかんアレンジね。いやー、なんか懐かしい思いですね。僕も好きやったから、そういう、まあ、せこいことっていうかね、やってたけど、終わらせるのは確かに寝転んでやるもあるけど、僕は一個思いつくのは、時間を決めてもいいんじゃないかなと思ちました。1時間やったら1時間やるで、ピピピってなった時に、答える側の人だった人がアウトみたいな。全然しりとりじゃないけども。でもそういう時間制限を設けてやろうみたいなのも言ってみても、なんか新しいことやから、あ、それも面白いってなってくれる可能性もあるんじゃないかなって思ったけど、どうでしょうか。あとね、キンプリさんとのコラボね、これ前、先週のか、レディオガーデン、レンノとかでも話してましたよ。また、ね、機会とか、お時間とか、ま、いろいろご都合合えば、またセッションしてほしいなと思います。あと、フェチの話ね、卵三角コーナーに割ってしまうか。な、これ多分、やってはいけないことをまた、やってしまおうってしちゃうことやんね。僕、それで言うと、火傷したい人なんですよ。スープとかを、熱々に、電子レンジでだいたい1分30秒とかなんですけど、600ワットで。でも、絶対1分50秒とかやっちゃうんですよね。ブクブク、ボンボンボンって爆発ぐらいやっちゃうときて、で、僕、猫舌ではないから食べれるんですけど、やっぱ熱々のって無理して食べない方がいい。やけどするんですよ。口の中の上の部分が、そこが、やけどしてヒリヒリするな、みたいなのをちょい、やっちゃいがちですね。やったあかんって分かってんねんけど、この、ヒリヒリしたとこを舌でこう、触っちゃうみたいな、やっちゃいますね。そんな感じですかね。文化放送、今江大地のレコメン。お知らせの後も、まだまだ続きます。寝転びながらなんかやっててぬくぬくして結果寝ちゃったっていうのが一個方法としてあるかもしれないので、ちょっとぜひこれ試していただけたらと思います。それではどんなもんや始めます。電撃どんなもんや、なんでも今夜のストーター美人。さあ、じゃんけんぽん愛子さんがいただいたんですけど、キンプリちゃんとのキングキッズ企画最高でした。キンプリファンの友人とも嬉しいね、ありがたいねと盛り上がっていたんですが、切ないと感じる部分について意見が分かれましたと。私は僕は君を守り続けるという部分がけなげでキュンとする切なさを感じたんですが、友人は歌詞を読み取ってこの二人は別れてしまったのではと切なさを感じたと。剛さんはどこに切なさポイントを感じますか。ちなみにシンデレラガールはデレラと略すそうです。そうなんですね。いや、僕はだから僕は君を守り続けるのこのメロディーが切ないんですよ、そもそも。あと、そのいつになってもいくつになってものところのメロディーも切ないんですよ。いつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける、このいつになってもいくつになっても僕は君を守り続けるっていうのがなんかちょっと切ないなーっていうメロディーなんですよ。ここがね、超ポイントっていうか。でもこれは、別れてないと思いますよ。だってやがてシンデレラガール、魔法が解ける日が来たって。君が思うより僕は君を思ってる。君は僕が思うよりね、僕を思うのかな。だからこれまだ付き合ってもないですね。で、恋の魔法には期限があるよと。いやいや、僕の気持ちはそんなものじゃないよと。そのみんなが言う魔法っていうものが解けたとしても、僕は君のことをいつになってもいくつになっても守り続けるよっていう、どんな時もずっとそばで眩しいその笑顔を見せてねって
そういう、だからまだこう付き合ってないけどっていうことやと思いますね。女の子の方も男の子こう好きになってる方が、好きになられてる方がとかっていう感じでもないというか、なんやろ、まあ、僕の捉え方としては、お互いも好きなんだけど、なかなかこう、踏み出す勇気がなくて、すごく踏み出す手前みたいな感じっていうか、ドキドキしてる時っていうのかな。多分その感じが、切なく聞こえるんやと思うねんな。で、いつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける。ここがもうなんか、あーってなっちゃう。なんなんやろ、もうほんと、なんかね、この曲、なんかじっくり聴くとめちゃくちゃキュンキュンしちゃって、なんか、あー泣いちゃう、みたいな感じ。曲聴いて泣くこともあるし、曲歌ってると泣いちゃうっていうこともよく僕あるんですけど、この曲は本当にね、なんか、泣いちゃう。っていう印象でした。だからなんか二人と顔見合わせて歌ったりしましょうよみたいな、そういうなんていうのかな感じで時間は進んでたけど、いやなんかね、顔合わせながら歌うのもなんかちょっと恥ずかしいなとか思ったりしながらもやってたんですが、このシンデレラガールというね楽曲はもう本当に何度も言うけど歌っててね、なんかこうめっちゃ切なくなんねんな、なんか胸がもうキューンってなる、これはもう名曲ですね本当にね。皆さんもね、これからもこのシンデレラガールのキューンってなるところにキューンってなりながらね、この曲大切にしてくださいね。はい、何か機会が本当またねありましたら、皆さんが望んでくださるんであればね、セッションもいろいろしたいなと思っておりますので、はい、何かこうございましたらこの番組ラジオにでもいいですし、送っていただければ嬉しいなと思います。何でも今夜のふそた美人でした。キンキキッズどんなもんや、これってアウトかな、これってアウトかもという皆さんのフェチ、アウトかセーフかジャッジします。ツタンカーメンのりこさん、いつもありがとうございます。私は貨物列車フェチです。貨物列車のコンテナを見るとワクワクします。重そうな四角いコンテナの中には一体何が、どんな風に入っているのか、わからず、あの窓もなく、密閉性の高いコンテナの中に入ったらどうなるのか。荷物の気持ちになるとめちゃくちゃ怖いけど、ドキドキします。閉じ込められたいと思ったらアウトだと思いますが、2分ぐらい入ってみたいというのはセーフですよね、と。なるほどね。なんか、わかるけど、まあ僕は閉所恐怖症もあるからちょっと怖いけど、そのなんか、閉じ込められたいからとか、怖いけどとかって、まあこれってホラー映画とかもそうかもしれないけど、怖いけど見ちゃうみたいなものと一緒やと思うけど、確かに2分ぐらいやったら、いいかもね。でも、積まれている荷物によってはまたちょっとね、なんかこう違うと思うから、その香りもそうやし、なんかちょっとこうなんていう、湿気とかもそうやしとか、夏はちょっとさすがにしんどいんじゃない？やっぱ鉄やったら熱がそのまま入ってるからなかなか厳しいんちゃうかなとか。でも冬は冬で寒いし、だから意外と貨物列車のコンテナの中っていうのは四季を感じられる場所なのかもしれませんけれども。まあ、2分なんで、はい。これはもうセーフということにしておきましょう。京都府さやさん、18歳の方ですが、私はダジャレにすぐ反応してしまいます。大抵心の中で〇〇だけに、と突っ込むんですが、この間、科学の授業で、銅の反動、ね、金とか銀、銅の、銅、の反応について先生が説明していて、どうしたらいいか、どうしようもない、どうなるかなど連呼するんで、頭の中でどうだけに、どうだけにと駆け巡っていました。これってアートですか、どうですか。いや、これはもう素晴らしいです。
それでいいです。もうそういう脳みそで僕は地球を平和に向かうように生きてほしいです。お話聞いてんのかお前って、もちろんそういう論点もありますけれども、どうしたらいいかね、このどうの反応がどうのこうのがね、こういうここうで、でこれをどうしようもない、とかの、ね、だってこういうここうでこうやった時にどうなるかということをね、これをまたどうしたらいいかということに、皆さん頭をちょっとこう向けてですね、これをどういうふうにして、答えを導き出せばいいのかということを皆さんね、ぜひ、頭の中で考えすぎて、堂々巡りになってしまってはいけませんけれども、でもね、きちんとその堂々と自分のこれだというね、答えを出していただけたらなと思ったりするわけですとか、例えばですけども、こんだけどう言ってたら、どうだけにとはやっぱりなります。うん、なった方がいいです。もう京都に住んでんねんかも、西の人間やねんかも、それはもう、ならざるを得ませんよ、もうこれは。うん。ダジャレというよりかも、これはもう本当にその、前、すごい前にも話したと思いますけど、その、家具屋さん行って、椅子を紹介された時に、ああ、いいっすねって言っちゃったことがあるんですけれども、その時のなんかこう、不穏な空気たるやというか、あれ、この人ちょっとダジャレ言ったんちゃうみたいな感じになったけど、言ってないねんけど、当たり前に。そんなレベルで生きてませんからね。言いませんけれども、でも、なんかいいっすねって言っちゃった自分がいるんで、なんかいいっすねから次のワードが早かったですよ。だからなかったことにしようと思ったんで。うん、いいっすね。これ、素材は、あれですか？ここの足だけがアンティークなんですかとか、なんかどうでもいいことを聞いてました。うん。いやもうこれはちょっとさやちゃん全然アウトではありませんので、もうそのまま突っ走ってください。大分県桜子さんは、先日お料理をしている時、お椀ではなくて三角コーナーに卵を割りました。何の躊躇もなく割った自分につぶやき、これはラジオ行きだなと思いながら、次の卵もまた三角コーナーに割ろうとしていました。23歳にして三角コーナーに卵を割る私、アウトでしょうか？というかこれはボケっとしすぎてるんでしょうか？剛くんは卵を割り間違えたことありませんか？卵を割り間違えたことはないけど、この感覚はわかるよ。なんかその、なんかあったかな。それこそ、お薬飲もうかなと思って、水をコップに入れて、で、まず、こう、テーブルに置いたりして、で、あ、そうや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 って、ちょっと違うことやって、これでまた、お薬飲もうって、水入れて、よしって、椅子座った時に、あれコップ、あ、そうや、さっき入れてたやん、水っていう。なんかちょっとこの、水入れすぎた時とかありますね。うん。いや、この、三角コーナーに卵割るって、相当疲れてるっていうか、うん。感慨深い、現象ですね。うん、ゆっくり休んでいただきたいなと思います。でも、アウトではございません。セーフです。これってアウトかもというあなたのフェチと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレスは kinki@joqr.net、kinki@joqr.net でございます。さあ、それでは、僕がですね、作詞させていただいた楽曲ありますんで、KinKiKids で世界中を I love you 聴いてください。
ケンポン愛子さんがいただいたんですけど、キンプリちゃんとのキングキッズ企画最高でした。キンプリファンの友人とも嬉しいね、ありがたいねと盛り上がっていたんですが、切ないと感じる部分について意見が分かれましたと。私は僕は君を守り続けるという部分がけなげでキュンとする切なさを感じたんですが、友人は歌詞を読み取ってこの二人は別れてしまったのではと切なさを感じたと。剛さんはどこに切なさポイントを感じますか。ちなみにシンデレラガールはデレラと略すそうです。そうなんですね。いや、僕はだから僕は君を守り続けるのこのメロディーが切ないんですよ、そもそも。あとそのいつになってもいくつになってものところのメロディーも切ないんですよ。いつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける、このいつになってもいくつになっても僕は君を守り続けるっていうのがなんかちょっと切ないなーっていうメロディーなんですよ。こう僕の捉え方としては、お互いも好きなんだけどなかなかこう踏み出す勇気がなくて、すごく踏み出す手前みたいな感じっていうか、ドキドキしてる時っていうのかな、多分その感じが切なく聞こえるんやと思うねんな。でいつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける、ここがもうなんかあーってなっちゃう。なんなんやろ、もうほんとなんかね、この曲なんかじっくり聴くとめちゃくちゃキュンキュンしちゃって、なんかあー泣いちゃうみたいな感じ。曲聴いて泣くこともあるし、曲歌ってると泣いちゃうっていうこともよく僕あるんですけど、この曲は本当にね、なんか泣いちゃうっていう印象でした。だからなんか二人と顔見合わせて歌ったりしましょうよみたいな、そういうなんていうのかな感じで時間は進んでたけど、いやなんか私は貨物列車フェチです。貨物列車のコンテナを見るとワクワクします。重そうな四角いコンテナの中には一体何がどんな風に入っているのか、
分からずあの窓もなく、密閉性の高いコンテナの中に入ったらどうなるのか、荷物の気持ちになるとめちゃくちゃ怖いけどドキドキします。閉じ込められたいと思ったらアウトだと思いますが、2分ぐらい入ってみたいというのはセーフですよねと。なるほどね、なんか分かるけど、まあ、僕は閉所恐怖症もあるからちょっと怖いけど、そのなんか閉じ込められたいからとか怖いけどとかって、まあ、これってあのホラー映画とかもそうかもしれないけど、怖いけど見ちゃうみたいなものと一緒だと思うけど、確かに2分ぐらいやったらいいかもね。でもその積まれている荷物によってはまたちょっとね、なんかこう違うと思うから、その香りもそうやし、なんかちょっとこうなんて湿気とかもそうやしとか、夏はちょっとさすがにしんどいんじゃない？やっぱ鉄やったら熱がそのまま入ってるからなかなか厳しいんちゃうかなとか。でも冬は冬で寒いし、うん、だから意外と貨物列車のコンテナの中っていうのは四季を感じられる場所なのかもしれませんけれども、まあ2分なんで、はい、これはもうセーフということにしておきましょう。京都府さやさん18歳の方ですが、私はダジャレにすぐ反応してしまいます。大抵心の中で〇〇だけにと突っ込むんですが、この間科学の授業で銅の反動ね、金とか銀、銅の反応について先生が説明していて、どうしたらいいか、どうしようもない、どうなるかなど連呼するんで、頭の中で銅だけに、銅だけにと駆け巡っていました。これって後ですか、どうですか。いや、これはもう素晴らしいです。それでいいです。もうそういう脳みそで僕は地球を平和に向かうように生きてほしいです。お話聞いてんのかお前って、まあ、もちろんそういう論点もありますけれども、どうしたらいいかね、この銅の反応がどうのこうのがこういうここで、でこれをどうしようもないなんとかの、だってこういうここでこうやった時にどうなるかということをね、これをまたどうしたらいいかということに、皆さん頭をちょっとこう向けてですね、これをどういうふうにして答えを導き出せばいいのかということを皆さんね、ぜひ、まあ頭の中で考えすぎて、堂々巡りになってしまってはいけませんけれども、でもね、きちんとその堂々と自分のこれだというね、答えを出していただけたらなと思ったりするわけですとか、例えばですけども、こんだけどう言ってたら、どうだけに、どうだけにとはやっぱり、なります。うん。なった方がいいです。もう京都に住んでんねんかも、西の人間やねんかも、それはもう、ならざるを得ませんよ。もうこれは。うん。ダジャレというよりかも、これはもう本当にその、